プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。今夜はここ阪神甲子園球場から阪神対日本ハムの一戦を実況堂前秀夫でお伝えしてまいります。タイガース、メッセンジャー、そしてファイターズ、ダルビッシュ以上の両先発となっています。さあ、まもなく試合が始まります。まずは1回の表、ファイターズの攻撃。先頭バッターは田中。直球ストライク、高めいっぱい。さあ、次の投球です。直球空振り、バッター追い込まれました。第3球投げました、インサイドついてボール。さあ、4球目打った、ピッチャーの左に転がった、アットピッチャー強襲、田中内野安打、ノーアウトランナー一塁となりまして、森本投げました、まっすぐ決まった、ストライク。ボールカウントワンストライク、インロー、チェンジアップ決まってストライク、ツーストライク。投げた、直球ボール、投げた、高め外れてボール、ツーストライク、ツーボール。投げた、打ちました、ピッチャー強襲、そして今拾い直した、一塁アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは稲葉。第9球投げた、初球を打った、一塁送球アウト。右バッターボックスは小屋の。第9球投げた、まっすぐ見送ってストライク、外角高め決まってワンストライク。投げた、打った、引っ張った、グーンと打球は伸びていく、レフト追っていった、レフトポール際、どうだ、レフト見送った、ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、4番の一振りで先制。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。バッターは5番糸井。第9球投げました、ストレートはボール、ワンボール。投げました、スライダー外れました、投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。内角の球空振り、ツーツー。投げました、インロー打った、グーンと伸びていく、また入るか、どうだ、入るか、見上げた、ホームラン、ソロホームラン、卓球は無情にもバックスクリーンへ、メッセンジャーがっくりと肩を落としています。3対0ファイターズ、リードを3点に広げます。第9球投げました、高めわずかに外れてボール。第2球投げました、ボール、アウトサイドわずかに外れた。投球3球目、高めの直球ボール、ノーストライク3ボール。第4球投げた、直球決まってワンストライク3ボール。第5球投げた、チェンジアップはストライク、ツーストライク3ボールです。フルカウントから投げた、低めいっぱい、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。1回の表が終わって3対0ファイターズ先制点を挙げています。1回の裏、3点を追いかけますタイガースの攻撃。先頭バッターバートン、速球ボール、まずはインロー、投げた、内角高め打った、アルボール、投げた、速球決まってストライク、ダルビッシュ追い込んでいます。低めフォーク外れてボール、ツーツー平行カウント、外の低めストレートボール。さあ、投球6球目、インコース引っ張った、ライナー、レフト線、ボールが転がる、マートン二塁を狙う、マートンレフト線ツーベースを放ちました。ここで迎えるバッターは平野、初球打ってきた、マートン飛び出している、二塁はセーフ。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。左バッターボックスは3番鳥谷、これは大きい、稲葉交代、ライト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、卓球は無情にもライトスタンドへ、初球をうまく捉えました、甲子園はお祭り騒ぎ。バッターは4番新井。第9球投げました、ボール、外れました、ワンボール。投げました、スライダーはストライク、厳しいところ、投げました、直球見送ってストライク、
ツーストライクワンボール。バット打ち上げた、アイアフライ、落下点に入った、取りました。これでツーアウト。バッターは5番ブラゼル。投げました、低めストライク。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。投げた、打った、切れていきます、ファール。投げた、外のボール球打った、ボールは後ろ、ファールボール。さあ4球目、バット打った、ワンバウンド掴んだ、一塁アウト。1回の裏が終わりまして3対2タイガース、この回2点を返しています。これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番中田。さあ1球目、直球ボール、まずは内角、投げた、打った、これは大きい、センター交代、フェンス直撃、中田2塁を狙う、セーフ、2塁はセーフ、あと少し高ければホームランという当たり。ノーアウトランナー2塁となりまして、鶴岡ファイターズ追加点のチャンスを迎えています。チェンジアップ見送ってボール、外のボール球打った、キャッチャー落下点、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。そしてバッターは金子、ストレート見送ってボール、ワンボール。第2球投げた、直球決まってストライク、ワンエンドワン。投球3球目、ボール、チェンジアップ外れました。さあ4球目、内角高め、ストレート外れてボール。投げた、際どい球、選んでフォアボール。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。先ほどヒットを放っている田中、直球ストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げました、打ちました、ファール。投げました、ストレートはボール、高め、投げました、ボール、外れた。田中よく見ています。さあ5球目、空振り三振。さあ追加点のチャンスにバッター森本、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。まっすぐ決まった、ストライク。さあ2球目、ストライク、膝元厳しいところ。さあ追い込まれました、投げました、アウトコーナーボール、ツーストライクワンボール。投げました、低めの直球ボール。さあ5球目、打ちました、ヒット、中田三塁でストップ。森本、これで2打数の1安打。ここでバッターは稲葉、ファイターズ追加点のチャンスを迎えています。外際どいボール。さあ次の投球です、ボール、低めわずかに外れた、ボールカウント2ボール。投球3球目、直球はストライク、アウトコース低め、投げた、低め打った、掴みました。ツーアウト満塁のチャンスでしたが、得点には結びつきません。2回の表が終わって3対2ファイターズ、この回無得点です。2回の裏1点を追いかけますタイガースの攻撃、この回の先頭バッターは城島、小屋のダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。城島初球打ちはサードライナーでした、投げた、アウトロー見送ってストライク、伸びのあるストレート。さあ2球目、インコース詰まった、当たり損ない、セカンド掴んだ、1塁アウト。そして左バッターボックスには金本、投げた、投げた、あっと打った、レフトへ大きいぞ、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。内側いっぱい、見逃し三振、三球三振、ズバッと決まりました。最後は見逃し三振に打ち取られました。2回の裏が終わりまして3対2ファイターズ、1点リードは変わりません。これからファイターズの攻撃に入ります。先ほどツーランホームランを放っている小屋、ストレートはストライク、まずは外角高め。第2球投げました、チェンジアップ、外れました。さあ3球目、高い球打ちました、左中間抜いた、打球は左中間に転がっている、小屋の2塁を狙う、小屋のツーベースヒット。先ほどホームランを放った糸井、第1球投げました、直球決まってストライク、ワンストライク。投げました、直球ボール、外角低め、ワンストライクワンボール。第3球投げました、外れた、ボール、ワンストライクツーボール。
第4球投げた、アウトサイド打った、グーンと打球は伸びていく、ライト下がった、ここは追いつきました。ワンアウト。小屋の打球を確認して三塁へ向かう。ワンアウトランナー三塁に変わります。そしてバッターボックスは新岡。スライダー決まってワンストライク。投げた、直球ストライク。第3球投げた、ストレートはボール、外へ投げた、直球見送ってボール。さあ5球目、低めボール球打った、これはキャッチャーのファールフライ。さあバックネット方向に飛んでいきます。投げた、高めボール球打った、ファールフライになりました。城島落下点に入った、取りました。ここでバッターボックス中田、今日2打席目。第1球投げました、ストレート内角高めボール。第2球投げました、チェンジアップはボール、これはわずかに低いか。投球3球目、スライダーはボール、アウトコースへ。第4球投げました、まっすぐ決まった、ストライク。スライダーストライク、フルカウント。第6球投げました、結局外れてフォアボール。中田ここはよく見ました。右バッターボックスは8番鶴岡、第1打席はファールフライに倒れています。外角際どい球ボール、ボール、ストレート外れました。鶴岡集中しています。一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁セーフ。さあ4球目ボール、直球外れました。鶴岡よく選んでいます。ここは選んでフォアボール、これもフォアボール。さあ追加点のチャンスにバッター金子、第1打席はフォアボール、初球打って出た、浅い交代、打球は右中間に転がっている、中田一気にホームへ、三塁送球セーフ、金子これで今日2打点。メッセンジャーマウンドを降りまして、エミさん今日2人目のピッチャーとして登板です。打順は1番に帰って田中。さあ1球目打ちました、ファールボール。さあ次の投球です、ボール、速球外れました。ワンエンドワン、第3球投げた、速球ボール外角へ。投球4球目打った、鳥谷掴んだ、一塁へ送る、アウト。3回の表が終わって5対2ファイターズ、2点を追加しています。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番藤川、アウトコース、わずかに外れてボール。投げた、速球ボール、2ボール。投球3球目打ちました、ピッチャーボールを掴んだ、1塁アウト、ワンアウトです。先ほどツーベースを放っているマートン、第1球投げた、初球引っ張った、小屋のダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。マートン初球打ちはサードライナーでした。さあ1球目外角低めボール、内角低め判定はボール。さあ3球目低めスライダー外れてボール、カウント3ボール、投げた、まっすぐ決まった、ストライク。次が5球目投げました、打った、バットが折れた、掴みました。タイガース、またもや三者凡退に打ち取られました。3回まで終了しまして5対2ファイターズ、3点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。先ほどヒットを放っている森本、あっと打った、ファールボール。第2球投げました、速球見送ってボール、高めに浮いています。第3球投げました、直球ボール内角へ、投げました、フォーク打ちました、ショート掴んだ、一塁へ、アウト、ワンアウト。左バッターボックスは3番稲葉、これが3打席目になります。投げました、ストレート決まってワンストライク。さあ次の投球です、打った、一塁送球アウト。今日2打点の小屋の、第1球投げた、アウトサイド、判定はボール、ノーストライク、ワンボール。投げた、ストライク、胸元厳しいところ、ボールカウント、ワンエンドワン。第3球投げた、打った、掴んで、これで3アウトになります。
最後はサードライナーに倒れました。4回の表が終わって5対2ファイターズ、スコアボードに0が入ります。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先ほどツーランホームランを放っている鳥谷、直球外れました。第2球投げたってアウトコースへボール、ノーストライクツーボール。投げた見送ってボール、胸元際どいところ。第4球投げた、直球決まってストライク、投げましたストライク、アウトローへ、伸びのあるストレート、インコース引っ張った、切れていきますファール。第7球投げました、打ちました、打球は左中間に上がった、森本下がっていった、打球は左中間に転がっている、鳥谷2塁を狙う、鳥谷左中間深いところへのツーベースです。そしてここでバッターは新井、第1打席は内野フライに倒れています。セーフ、2塁牽制、際どいタイミングです。さあ1球目、初球から打ってった、レフトへの浅いフライになった、森本余裕があります、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。そして迎えるバッターブラゼル、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げました、アウト、打った、取りました、ボールは中継。右バッターボックスは6番城島、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。高めストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、打った、三遊間へのゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトになりました。結局二塁残塁で終了です。4回の裏が終わりまして5対2ファイターズ、3点リードは変わりません。エリサ、降板、西村、今日3人目のピッチャーとして登板です。これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは糸井、今日3打席目、打ちました、右中間に打球がぐんと伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、そのホームラン、糸井今日これが2本目のホームラン、初球から思い切っていきました。6対2ファイターズリードを4点に広げます。投げた、直球ストライク、胸元をつきました、初球ストライクから投げた、アッと打った、ブラウゼルダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、二岡ファーストライナーに終わりました。第1球投げた、打った、藤川下がった、ボールはライト右横転々としている、ボールは中継、中田ライトオーバーのツーベースヒット、西村マウンドを降りまして上園、今日4番手としてマウンドに上がります。バッターは8番鶴岡、投げた、インサイドストライク、まずは初球決めてきました、投げた、流し打ち、どうだ、これはヒットになります、ボールは中継、中田三塁でストップ、ファイターズ今日10本目のヒット、ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。今日2打点の金子、ボール、アウトサイドわずかに外れた、投げました、決まった、ストライク、投げました、落ちる球ボール、外れました、これはわずかに低いか、内角低め打った、レフトへ上がった、ヒット、中田ホームイン、ファイターズさらに1点追加、金子タイムリーヒット、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。さ、三塁へ送る、三塁アウト、一塁はセーフ、ランナー2人置いて迎えるバッターは森本、